ララポート豊洲にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、初めましての方もいるかもしれないので、自己紹介させてください。橋本美和です。西野千秋です。はい、鈴木恵麻です。はい、小野寺あずさです。大丈夫か？提案。メディカヒカリです。浜辺ゆりなです。三浦奈子です。私たち真っ白なキャンバスです。よろしくお願いします。すごいね、なんかさ、背後からも視線を感じる。えって最後いるヤッホーコナン君みたいな、なんか可愛い。ごめんなさい、ちょっと眩しいと思うんだけど、眩しい人、ね、みんな見えてる。やばいね、眩しい。こっち、待って、みんな見える。ちっちゃい人のこと、でも、なたちもさ、あれで眩しいよ、うん、え、そう、多分ね、私以外は目開いてないと思う。あの、太陽があのガラスに反射して来てるのね。ソーラークッキングみたいだね、めちゃめちゃすごい、ね、今日写真撮ってくださってるけど、ね、もしかしたら眩しい顔してるかもしれない。じゃあ、眩しいは大丈夫です。思いがけない出会い、気がついたら虜になった。崩された過去の地図、会いに行くが最上位。何かが落ちたような気がした。一人と待ちめく遺体を眺めて、交差する罪悪感を持ちて、君のことずっと離れないの。何回やってもどんな思っても変わらない想い、言いたいことが積もり積もるんだ。生まれてきた訳を探していた。モラトリアム全部叫んでごまかしたの。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンちゃんもありがとうございます。はい。ありがとう。こんな時もあったんだ。